んですよね。お前の語彙力じゃなんかどこで刺さってるかわかんないんですけど、あれなんですよ。ではオープニングいきます。はい、お願いします。こんばんは、こんばんはこんばんは。FM ギノワお聞きの皆さん、こんばんは。時刻午後8時30分回りました。 FM79.7MHz FM ギノワスタジオから生放送でお送りしてまいります。沖縄ツーリズムラボ、第4回ということで始まりました。研究員の伊藤です。研究員のザトです。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いいたします。寒くなりましたね。めっちゃコート着てます私。本当に体調以上本当に俺も長袖だもん今日。初じゃん。初、今日言われたもんね。今シーズン初。伊藤さんなんかいつもと違うと思ったら長袖でしたみたいなね。なんて伊藤さん返したっけ何お前黒くないから気づいたぞみたいなでも見ようによってはあんま変わらんけどね色。いや一応変わる変わるか。一応変わるよ。ちゃんと洋服ってわかります。あ、洋服ってわかる、うん、大丈夫。そうね、寒くなった本当にね。寒いです。あっという間に。うん、なんかでもわからん、俺はまだこの沖縄の気温は疑っている、うん。だってイルミネーションこんなにやってるんですよ。いや俺なんか12月まで半袖いけるんじゃんと思うもん。たまに。いやそんな強がらない方が。いやこれ強がりとかじゃなくて、ただ昨日ソファー落ちした時は寒っと思って起きた普通に寒い。日が落ちるとね、まだ太陽あった時には暖かいけど、ね、うん、日落ちるとやっぱ朝方夕方はめっちゃ寒い、うん、ということでもうあっという間に11月ね、頭から始まって、うん、ラジオも1ヶ月でしょ、はい、と言っても2020年もうあと1月よ。カレンダー残り1枚。本当に本当に困ったもんだ。あっという間だね。特に今年度急遽予定になかった某ウイルスのせいで、うん、季節感が全くないっていうの確かに春夏はね、春夏飛びましたね、うん、俺なんか3月冬明けるのかなと思ったら、うん、今月24日まで冬ずっと寒かった。笑えめっちゃ隣で笑ってるけど全然笑えん。やっと春が来た11月24日によかった本当にもうびっくりした。だってさ、昨日一昨日かぼーっとしてたらテレビ見たらなんかソフトバンク優勝みたいな、うんうんうん、やってましたね。やってたねと思って、それもてっきり忘れてでしょ確かに、ね、スポーツ好きの伊藤さんでも忘れる。そう忘れてた。あ、やってたんだみたいな、うん、で気づいたら大相撲もなんかねやってて、うん、もう残り一場所でしょ、うん、もう全然季節感ないわ本当に、ね、なのにいつも会う人に会う人に日焼けしましたおい、お今年とあんま外で仕事してんとか思いながら吸収しやすいんでしょうね本当に。結構困ったこれは、うん、ねやばいなとか思いながらさ、でも残り一月でしょ、はい、でまあ、せっかくね、うん、まあ、一応ラジオといって、うん、まあ、はい、多くの方々と、まあ、いろんな媒体、ね、この番組ツイキャスとかね、うん、でも配信してるんですけどもね、はい、まあ、せっかくなので、まあ、2020年、うん、やり残したことについて、うん、まあ、どんなことがあるのかなってちょっと聞いてみたいなと思いながら、はい、番組も進めていきましょうか、はいはい、沖縄ツーリズムラボ、この番組は、まあ、旅を競争するをテーマにね、うん、想像するということでクリエイトの想像と、まあ、イマジネーションの、まあ、想像コンセプトにねラジオを聞いてる方々と、うん、まあ、新しい観光のスタイルとか、旅のプランとか一緒に作っていけたらいいなっていうのもね考えてますので、以前ねカメラ旅とかいいんじゃないっていうメッセージもいただきましたので、今日も引き続きツイキャスとかでですね、まあ、いろいろなコメントをお待ちしたいと思いますのでよろしくお願いします、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そんな、伊藤さん、まあ、実はねさっきもちらっとお話ししたけど11月24日に春が来たということなんですけどまあ、いよいよね本当に、あ、なんとなく沖縄も観光客戻ってきたなとか思ってるんですけれど、うん、実はねちょっと団体の、まあ、とある団体さんの、うん、まあ、旅行があってね、はい、パタパタしたんですけれども、うん、そこでね研究員ザトもいよいよデビューしたわけですよ。ありがとうございます、ね、本当にそのまま240名230名か、うん、
の中で、まあ、100名ぐらいをザトが受けたんだけど、はい、どうだった100名と向き合った時の。いやすっごい目がいっぱいあるって思いました。そりゃそうだ、かける2だもんかける2だもん。今まで味わったことないですよこういうこと。何言って、今からツイキャスでどんどん見られる。あどうだった実際、なんかこう受け入れてみて。今まで、ね、うん、いろいろ観光の勉強とかは学校でもしてきたわけじゃない、はいはいはい、でやってみたいなっていうイメージもありました、うん、で散々伊藤さんからもイメトレは十分にしとけよと言われて、はい、リアル、リアル、めっちゃ楽しかった。あ、緊張はさすがにしますよそりゃ、うんうんうん、するんですけど、でもめっちゃ楽しかった。おーよかった、うん、で自分の、うん、なんていうんですかね、足りないところとか、うん、まあ、改善点なんですけど、うん、っていうのも自分で分かったので。なるほど。あの人から、まあ、フィードバックもらうこともあるんですけど、うん、自分でこう自覚したところっていうのは結構良かったなって思います。いいねいいよね元気もらえた。春来た、春、春春春来た1年越しに、うん、いいね。でもいいよな、うん、まあその、まあなんていうの、100の方々の、はい、うん、まあ、笑顔とかね、うんうん、まあ、朝から夜21時ぐらいまで。そうですね、結構一日一緒にいましたね。だよね、はい、ね、確かにそうだよね、うん、まあ、いろんなシーンで笑顔見れるしね、うん、でも暑そうだったなみんな、さすが県外から来たから。そう、結構セーター脱ぐっていう、ね、まあいいよね、うん、まあそれをあれを1回目に、まあ一応ちょいちょい問い合わせが増えてて、はい、まあいるから、うん、まあ、その度にね多分、はい、ザトさんにもお世話になると思いますのでどうぞよろしくお願いしますね。はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、ぜひまたラジオを聞いている方々もね、沖縄に遊びに来ていただければ、うん、僕たちがまた案内することもできますからね、うん、今度行くよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひあのね、連絡欲しいですね。もう本当に一緒に回りたい、はい、あの僕はあの自由業なので一人社長だからねこの日休みとかできるいいな、そうだ、いいな、任せてくださいそうですよ、この日受けないとかやばいやばい自由気分で受けるから、そう本当にさすが自由業。そうですよ、はい、ね、そんな楽しく人生を謳歌してるんですけど、あ、ね、旅もそろそろ戻ってきてるみたいでね、うんうん、12月開園祭、ね、まあ、普段は、まあ、昨日でね、うん、よくやってるんですけど、今回はちょっとコロナの影響で延期になって、今回はカルチャで、はい、まあ、やるっていうことだったんですけどね、うん、それを見てる、まあ、うちの隣にいるザツさんがねある旅行会社さんの工程を見てつまらん、違いますよ。いやいいんだよつまらん、違う、いやいやつまらないと思う、時間をどう使っていいのかがわからないプランだったんで、それをだから総じてつまらんなんで総じたんですかだって僕たちは消費者だから、消費者が確かにね、何に対して、ね、お金を払えばいいのかっていうのが見えない、イコールつまらないから、うん、でもね、だからそういったやっぱり、でも僕も観光やってるしプラン組む人だから思うんだけど、うん、そのフィルターを取っ払いたいから、うん、いろんな方々の楽しいを集めて、うん、ね、その尖った人たちだけで共感できる人たちだけで楽しめる、うん、オンリーワンのツアー商品を作りたい、売るとかじゃなくていい、うん、楽しむ、楽しむ、はい、それがしたいからツーリズムラブなので、なるほど、ね、楽しいことをして乗っかってもいい、この指止まる方式でもいいと思うけど、うん、俺こんなことやりたいけど一緒にやる人募集中とか、うんうん、そんなのやっていけたよね、うん、ね、チョコ旅、カレー旅、いい、チョコ旅いいな、行きましょうな、チョコ旅やっていこう、カカオな、まあ、そんなことで、まあ、そろそろ1曲目も行きたいなと思うんですけども、まあ、せっかく今日聞いてきたわけ、うん、FM ギノワンでラジオしてくるんだけど、うん、あのラボのモーモー研究員に何の曲がいいかなって言ったからギノワンでしょって言ったらやっぱ安室ちゃんショーみたいな、ということで、今日の1曲目ですね、安室奈美恵ヒーロー。おお、スプリンさんいつもありがとうございます。お、伊藤さん、ザッチさん、ミキさんのキャンさん、バレてるいいね、あ、めちゃくちゃ美人ですよ、ザッと、あり、本当ですか、めっちゃ嬉しい、無理してコート着て汗だくとかなの全然ただの冷え性なんですいや、めっちゃ冷え性、来年の夏に向けて絞るとやめて、自分もまあまあ厚着ですね。本当だ。ね、これ一枚。キャンさんも結構多分私と同じぐ、なんなら私以上に気がするんですけど。あ、違う、夜遅くまで仕事してるから。私は朝早く出るから。
こう1枚1枚で、ね、沖縄やり残したのは沖縄旅行です ね。あ、1月来てたんですね。うーん、いやいやいや、これからか。あ、武蔵さん、そっか、武蔵さん、それはこの前インスタのアカウント聞いてなかったから。ああ。じゃあちょっと CM 開けで。はい。あ、そうだね。ありがとうございます。ね、じゃあラジオ開けたら、一緒に。うん、3、4回ね、来てほしいね。うん。いや、俺も、去年12回ぐらい県外行ってて。あ、すごい。今年1回。よ。茨城だけだ。あ、ですよ。私2回。なんで？1。違う。茨城兵庫行って、兵庫行って、あ、そうか、あることしか。で、再来週3回目。あ、で、俺、なんか、こういうところ嫌よね。人間的に、年度人間になってて。あー、そっか。スタート4月なの。あー、年度。年で言えば、そう。年で言えば、年で言えば、北海道、大阪、兵庫、奈良、茨城。一応5回来てる。年で言えば。でも回数で言ったら2回よ、だから1回は茨城さん、はいはい、であの北海道行って大阪、奈良、兵庫は一緒、1回だからよ。そっか、1になるのか。1回だから。確かに、そう考えるとなんか寂しいよね。うん、お、ヒートテック。ね、あ、寒いんだやっぱり。やばい、伊藤さん、ニットつけないと。あのネタを、じゃあ、スプリームさんのネタを借りましょうね。後半のネタ。ネタ借りるって。甘いスイーツの中で一番何が好きですか？俺から答えたい。ザットちゃんって。俺もそう言おうかな。え、今何にハマってますかね？モンブランかな？季節的に。それ、インチェン。え？なんで？これ俺の歌でしょ。モンブランです。伊藤さんもちょここまでオフラインで答えような。オフラインっていうのかな。ここまでツイキャスで答えよう。次からラジオでいこう。じゃあラジオやってんの。やってる。お、じゃあそろそろ、はい、じゃあちょっとだけ喋ります。じゃあ下げます。お聞きいただいています沖縄ツーリズムラボ、この時間は各社の提供でお送りしております。ほら、赤になったから慌てたの。押してる。いや、いいぐらいだと思う。次の四万十だからは52分。シナチュータクラってでも意外と長いですよ。歌うんだろう。歌わない、だから事務所やねんし。やり残したのから。旅行か。新しい旅行。でも今日車のラジオで聞いてたんですけど、南城市のあれあるじゃないですか、くるくまだったかな、カフェ、うん、が一緒に、あれなんて言うんですか、コテージタイプのホテルやってて、今日ラジオ聞いてるリスナープレゼントで3名に無料で予約取れるって。なんて、なんだ。はい、じゃあマイクあげます。79.7 メガ並列 FM ギノワンスタジオから生放送でお送りしております。え、メッセージ届いております。じゃあザト、え東京ヒートテックの出番ですよ。なんなら自分はミートテックも来ていますよ。シュプリームさん、東京寒いですか？ありがとうございます。ね、ありがとうございます。寒いよね、絶対ね。っていうか、うん、俺このネタ乗っかろうと思ったわけ。っていうのも多分俺地球上で俺が最初に一番最初にミートテックって言った自信があるわけ。何の自信？マジで意味わかんない。で、俺が言い出したらなんかみんな言い出したから、俺そんな声でかいって多分俺だと思うんだよね。結構こういう言葉を生み出すから。ああ、イノベーター、イノベーター、イノベーター。一応俺あの
俺と、はい、あの名護の麻婆は2人だけだはず俺たち沖縄観光イノベーターだよね、そうだよねって言えるのじゃあ第3号ああまだ早いね、まだ早い、まだか、ああまだ早いな、でも多分ミートテック俺なんだよねザットちゃん、甘いスイーツの中で一番何が好きですか？私はね、今モンブランにすっごいハマってます。それ乗っかれるなって俺なんでモンブランって言ったら多分俺が先だと思うわけ。知らないです、また出た、また出た、知らん違う違う、この前ギノワンのあっち、そう、あっち早く思い出せあのコンベンションの近くのそう、あっちのモンブランめっちゃうまかったよね。そう、なんか珍しいんですよ、ね、俺2個食べたのか美味しかった、あっちマジでそうな、うん、あれ良かったね。俺もモンブラン好きなんだけど、うん、え、僕にも聞いてください武蔵さん僕チョコっす、チョコ自分で自分で言った、聞こうと思ったのに、うん、チョコケーキだったら4号ぐらいだったら全然一人でいけるね。食べ過ぎじゃないです、 1時間持たないと思うよ、やばい、絶対食べれる、楽勝。でもめっちゃ甘いの好きですもんね。好き、そこだけは女子と共感できる、うん、あとは俺女心って分からんけど甘いのとこだけは、うんうん、分かり合える、分かり合える。神はね、あ、チョコはね、神が生んだ本当に産物だと思ってあれを作った人は神だと思ったよ ね、食べるのってね、人幸せにするから超いいよね。うん、いいと思う、私も笑顔になるしね、うん、本当にと言いながら先週な超美味しくないカレーの話したあれはびっくりした、やめて、ね、でもまあ今日も東京もね、うん、スプリームさんもね、東京結構ねコロナ増えてるって、ね、健康管理とかね、うん、県外の方々、まあ、沖縄の方もそうなんですけども、うんうんうん、まあ、コロナね気をつけていただきたいなと思いますけれども、はい、まあ、コロナでも、まあ、旅行とか、うん、そういったの楽しみたいじゃない、はい、なんか最近ちょっと、まあ、先々週ぐらいか、ね、新聞にあった、まあ、台湾の遊覧飛行、あ、はい、ありました ね、あれいいよね、うん、まあ、台湾で、まあ、沖縄旅行を自粛している中、うん、まあ、有志が、ね、チャーターして、うんうん、沖縄上空を飛びましょうということで、はい、企画があるということでね、うん、まあ、そんな中でさ、この研究員の、まあ、今日研究員に勝手に入れたモーモーよ浦添のモーモーよ、でもあれいい企画だったよな、何か飛行機に向かってできませんかねということで、まあ、浦添市観光協会のね、うんうん、なお研究員と一緒になんかね一文字とか作ろうよとかさね、いろいろ考えましたね、うん、でも、うん、この時期だからこそこうね、つながり合える手段、うん、もう一つ手だよね、はい、そういうのを考えて行くっていうのも一つの、まあね、旅行の楽しみ方だし、うん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 、まあ、上空、まあ、地上に降りれなくても一つロマンがあって、はい、いいのかなとか思うんですけどね。絶対次行きたいって思いますよね。思う、うん、絶対思うだろうし、なんかなんていうのかな、思いだよね、うんうん、がつながる、うんうん、でそういうのを一人一人が考えるってことがやっぱ心的交流とかいう、はいはいはい、そうなるんだろうなと思うんですけどね、うん、どうですかね、今こんな中だからこそあったらいいよねっていう情報発信とか情報発信の仕方、はい、うんうん、今現在はね僕たち2人ラジオから、皆さんに、やってるんですけれどもね、そういうのとかっていいかなと思います、うん、あ、キャンさんありがとうございます。武蔵さん、そういえば、そういえば先週 先週ね途中から入ってきていただいて、はい、僕たちがちょうどインスタグラムのアカウントを伝えた後ですね、だったんですけども、うん、実はあのあとまた増えまして嬉しいことに現在フォロワー69名になりました。で今70名になるチャンスなんですよ募集中ですアカウント名沖縄ツーリズムラボ、インスタグラムでお願いします。よろしくお願いします。このラジオ中に70名になることを期待してみましょうかね。通知待ちます。待つでしょ、ここまで来た本当に。で一応目標100名掲げてるわけじゃないですか。はい、そう、俺めっちゃリロードするから、ね、めっちゃ待ってる。そう、本当に。でもなんかね、うん、そういう楽しみ方したいな、旅行、うんうんうん、今結構オンラインの、ね、旅行も始まってて、僕も東京の旅行会社さんから、うん、ちょっとコロナで沖縄行けなくなった学校にオンラインの沖縄修学旅行やりたいと思ってるんですけどみたいな、一緒に協力してもらえませんかということで問い合わせがあって、まあ、今計画はしてるんですけれども、はい、まあ、沖縄の観光施設さんとか、うんうん、地域の方々と協力得ながらどうにかね、沖縄と県外のつながりっていうのを築ければなと思います、うん、皆さんからも何かアイディアがあれば、ね、なんならね1回俺たち2回ぐらいか試しでね俺が調子に乗って買ってしまった GoPro 某 GoPro でね燻製してる様子を生でライブ配信するとかね。やりましたね。めっちゃもう1回やりたいんですけど。私参加してくれる人がいたら逆に やって俺いいし別に、うん、ね、あれ面白かったもんね。
カメラがめっちゃ縦横おかしくなったとかね。やってみないとわからんから。確かに人生トライアンドエラーだから、うん、そうどんどん改善していけばね。なんならみんなで燻製したいですね。また燻製したいね。絶対冬って良くないです。あの真夏のめっちゃ暑い時に、あそうそう、待つより冬の寒いって言いながら待ってる方が、うん、なんか美味しい気がする、うん、きっと。いやね、確かにそれはありだね、うん、あの暑い中待てたからね。そうなの。2時間2時間平気でいけたかなあれ、うん、余裕だわ余裕だわ で、うん、でもあれはあれでまた、ね、こう考えるとね、あのコロナがあったから生まれた一つのアイデアだし。そうですね、楽しみ方、うん、だって今ベランピングとかやってんだよね。えチェアリングって知ってます？チェアリング、うん、チェア普通に椅子やしチェアは椅子ですけど、チェアリングって言って、うん、折りたたみの椅子を持ち運んで、うん、なんか好きな場所で、うん、ゆっくり自分の時間を過ごすっていう、うん、またスタイルが新しく今流行ってるらしくて。へえ、いいね。そう、海にあの折りたたみ椅子持ってってからやってるみたいですよ。え、俺たちがやろうとしてたことです。やってたやってた。なんならなんならやってたの。俺そのためにトゥクトゥーン買ってるし、ね、あそうさあこのトゥクトゥーンとは一体何なんでしょうか。ぜひ番組で答え、トゥクトゥーン大体でも持ってる人は持ってる人だったら心当たりあると思う。トゥクトゥーンはどっかで聞いたことあるなみたいな、あるよな。あるでもなんかね、やっぱに思った、ちょっとぐらい不自由な状況の方が、うん、まあ、人間って考えるから賢くなれるなと思って、うんうん、知恵つきますね。知恵がつく本当に。で時間の使い方、実行力が生まれますね。そう、遊び方、うん、でそんな中から新しい楽しいのやりたいねってことで、うん、このラジオ番組も始まってるから、ね、新しく多くの人と楽しい情報を共有して、うん、新しい観光とか旅行のね、うん、あり方を、まあ、いいところを発見しながら沖縄のね、できればいいかなと思うので、ぜひそんな、うん、まあ、まだ見たことない観光ね、地域の宝を探すということで、はい、まあ、地域の宝を見るっていうのがね、うん、まあ、観光の語源でもあるので、うん、そんな宝を探していければなと思います。もう1ヶ月皆さん、聞いていただきながら、徐々にね参加していただくリスナーの方も増えました。引き続き12月もですね、はい、皆さんと楽しい番組にしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。ハンモック買おうと思ったけど邪魔になるので、あ、買いましょうハンモッカーザトとぜひお願いします。そうなんです、私もハンモック大好きですね。落ちるけどたまに楽しいわな。ということでじゃあ、11月最後の曲はそんな宝にスポット当てて、はい、島んちゅぬ宝です。自分部屋にハンモック置いてます。ほら、パイセン来たちょっと一歩先行ってるわ、ジャンさんがいつも確かに、すでに実行済みなんですよね。ベッドの上にハンモック乗ってて自分はルーフで寝て謎謎どういうこと、贅沢すぎるベッドをハンモックが占領してるんですそうです、お荷物置きなと。やばい、謎謎すぎる。で去年インフルかかった時は一番過ごしやすかったです。何ですか。あの普通に寝てると汗かきまくるんですけど、ハンモックの上だとあのいい具合に放熱できるので、あそういう使い方があると思う。どうせしないとしないだハンモック欲しいよな。欲しい。何回メイクマン、メイクマン、あっ、ブラスカルの熱いよな。本当に。ね、なんか、あれ、今一番欲しいのは卵型の。あー、いいですね。はいはいはい。あの、立てるやつ。はいはいはい。あれ、すっごい欲しくて。チェアのやつですね。そう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 。あれね、最近、探したやつ、名前忘れましたけど。じゃあでも、あっち。タジン鍋みたいな。シーシャのところにあったやつ。あ、そうそうそう、沖縄市の。違う、あれじゃない、タジン鍋みたいな形の。タジン鍋が分かる。え、なんて新名鍋とはまた違う。違う三角形みたいな感じなんですけど、はいはいはい、テントの素材のやつがあって、あ中に空間できるやつ。あ、そうですそうです、あれめっちゃ欲しいんですよ。かっこいいあれ。自分もそうですね、あのハンモックテントとかが将来的に欲しいなとは思う。でも嫌くない、バーってこう寝てて月明かりとかのここら辺をやられるわけなくて歩いてるの嫌だ、怖くない、嫌だ。山ちゃんがもうすぐ布挟んで一枚向こうでこの辺虫が海外から帰ってきてくれて死ぬ恐ろしい。近い近い近い
本当に近い近い。じゃあ締めていきましょう。はい、じゃあちょっとフェードだけ下げてもらって。はい、では前かけます。はい、はい、そろそろお送りしてきました沖縄ツーリズムラボ、お別れの時間となりました。はい、1ヶ月やってみて感想10秒。あ、でもこっちもめっちゃ楽しいです。いや、俺なんならこっちの方が楽しいわ。なんで方がって仕事いいわダメ仕事ってさ、やっぱ人から見られたりするから嫌なんだけどラジオって一応見られたり聞いてもらったりしてるんだけど、うん、だってやや自己満だもん。え、だって一緒にほらお友達作れてるから。あ、それはね、うん、もちろんめっちゃいいじゃないです、うん、だって幸せだよ、うん、この2人の自己満をさ、うん、見ていただいて参加してもらうってこんな幸せなことは俺仕事では味わえない本当にということでね、そんなこんなで楽しく2人のねバカ話だったり、はい、また宇宙への妄想だったりと12月も引き続き楽しんでまいりますので、はい、ぜひ皆さん12月もお付き合いください。そして良い週末をお過ごしください。はい、沖縄ツーリズムラボ、この時間は各社の提供でお送りしました。ではまた来週そんな振りあります？じゃあバイバイってくるのかなと思ったら、それではまた来週でしょ。じゃあそれあんたが言ったんだよ先週。え、バイバイじゃないの？あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お、ヨガとかサップとかやってそう、めっちゃスタイルいいからありがとうございます。テレビっていいよ。テレビ、あ、美しく見える。そう、私めっちゃあれなんですよ、バランス力なくて体ぶつけるんですよ、いろんなところに。じゃあそれ自分のサイズ感把握してる体中青たんだ。そんなこと言ったら俺もバランス感覚身につけるんだったらスケートボードとかローラーブレードおすすめです。やめてください、そんなの教えない怪我しかしないと思うよ自分ローラーブレード始めて転ばなくなりました。あ、本当ですか？俺大人になって転ばなくなったけどめっちゃ怖いんですけど足滑らしても転ばなくなる。体感かじゃん。そうですね、靴とかがこう滑ったりとかするときに、もうすっぽ抜けても、もう立てるようになる。やば、え、すごいやば、ずっとカメラ持たした。私もやろうかなやめて、マジで痛い痛しい相棒を見ないといけなくなったんだらけで。では、お疲れ様です。お疲れ様です。最終に止めていきますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。プリルさんもありがとうございます。16個目